田村智子君私は日本共産党を代表して、2014年度決算、国有財産増減および現在額総計算書の是認に反対、国有財産無償貸付状況総計算書の是認に賛成、同一般会計予備費および国庫債務負担行為総調書の承諾に反対、旧外一特会決算の是認に反対の討論を行います。以下、反対の理由を述べます。第1話 社会保障の充実を口実に、消費税を8%に引き上げ、5兆2000億円もの増税をしながら、実際には社会保障抑制をさらに進めたからです。年金引き下げ、年金保険料や高齢者医療費窓口負担の引き上げ、生活扶助基準の引き下げなどは、国民生活に深刻な影響を与え、消費不況に拍車をかけました。 経済も国民生活も行き詰まらせる政策の結果である本決算を認めるわけにはいきません。第二は、軍事費を大幅に増やし、海外で戦争できる国づくりを進めるものとなっているからです。いわゆる防衛関係費の決算は2年連続増加、本決算では前年度比5.6%増の5兆628億円と、決算ベースで初めて5兆円を突破しました。 新型ステルス戦闘機 F35 や無人機の導入など、周辺諸国の軍事的緊張を高めるばかりです。沖縄県民の民意に背き、辺野古の新基地建設を進める決算であることも重大です。先週、元海兵隊員の米軍属が遺体遺棄事件で逮捕され、行方不明になっていた20歳の女性が変わり果てた姿で、キャンプ・ハンセン近くの雑木林で発見されました。 被疑者は女性の首を絞め、ナイフで殺害したと供述しているとの報道です。繰り返される米軍関係者の犯罪に、満身の怒りを持って抗議いたします。沖縄県民は基地の撤去を強く要求しています。この声に背を向け、今も新基地建設強行の方針を変えようともしない安倍内閣を断固糾弾するものです。 第三に、国土強靭化の名目で、外環道や国際コンテナ戦略港湾など、大型開発の公共事業を推進し、7兆円台の決算を維持しているからです、社会保障費は自然増まで削減をしながら、大手ゼネコンへの大盤振る舞いを続けることは許されません、また、一般会計予備費と国庫債務負担行為に、当初予算にはなかった辺野古新基地建設経費が盛り込まれています。 2014年11月の沖縄知事選挙を前に、県民に諦め感を与え、県知事選で新基地建設の争点化を避ける目的で行われたものです。国政の焦点ともなる課題で予算審議を避け、予備費によって支出することは許されません。旧外地特会決算は、戦前、日本のアジア諸国への侵略戦争と植民地政策を財政面から総括したものです。 国民の税金のほか、莫大な戦時国債等により、戦費を調達し、旧外地特会へ繰り入れられ、植民地支配を推進していました。このような決算を認めることは到底できません。 今求められているのは、中身の検証もまともにできない、辻褄合わせの決算を提出することではなく、侵略戦争と植民地支配に真正面から向き合い、検証を進めるとともに、その反省に立って作られた9条をはじめとする憲法を生かす国づくりを進めることです。以上をを指摘して反対討論を終わります。